皆さんこんにちは、ネコニラでございます。はい、もうツイッターではね、内容を明かしちゃったんですけど、あの内容というかね、ブッフォンね、なんとトレードをしてくれるっていう方が現れたんですよ。で、僕は基本トレードはしないんですけど、というのもですね、急に DM が来て、ネコニラさんが欲しがっているブッフォンってこれですかっていう DM が来たんです。画像付きで来て、そうですそうですっていう形で返信をさせてもらったんですよ。で、僕使わないんで、もしよかったらあげますよって言われて、いや、さすがにもらうのはダメだと。もう申し訳ないので、普段からもらいっぱなしだしね。もらうのはダメなんで、なんかもしよかったら、ね、その行為もありがたいですし、欲しいカードが何かあれば、トレードという形でお願いしますっていう流れだったんですよ。で、ツイッター、これ明かしていいのかな、本名っぽいから明かしていいのかわかんないけど、斉藤陸人くんっていうね、WCCF をやっているツイッターの方から、あげますっていう DM をいただいたので、まあ、ご好意もね、あるし、で、まあ、インテリ縛りをやってるってことで、こう、まあ、何枚か欲しいのがあるっていう形だったんで、トレードをさせてもらったんです。で、それが今日届いて、これね。届いて、まだ開けてないんですけど、いや、ほんとね、あげますよって、いや、なかなかじゃないですか、ブッフォンも、1000円、1500円、2000円ぐらいするでしょ、だって。それをね、もうほんと、ダメですよ、ほんとに。で、まあ僕普段トレードしないんですよ、ほんとに。カードコレクターだし、基本的にはトレードしないんですけど、今回はまあ、さや姉さんのパターンと一緒でね、トレードさせていただきました。ということで、ちょっとこれをね、開けていきましょう。ほんとね、ありがたいですよ。もう全然ね、引けないしね、ブッフォンに関しては。ちょっと、なんかもう1枚だけですよ。僕はね、まあ、10枚ぐらいあげたんですよ。なんて言ったんだろう。いろんなカードが欲しいっていう話だったんで、何が欲しいって言ったかな。フィーゴとか、あとレアのビエラとか、あと黒のビエラも入れたな。12、3枚送ったんですけど、まさか同じぐらい返ってくるとは思わなかった。うわ、これ持ってないしね、僕まだ。でね、このね、このファルカオめちゃくちゃいいですよ。もう、ね、POI メッシと後半前半で入れ替えてこっち使ってるんですけど、こっちの方が点取ってる。むしろ。後半からこれ入れてるんですけど、やばい。てか、チェルシーがすごいな。レミ。来ました、やったー、超嬉しい。これね、ペナルティーガーディアン、これはやばいでしょ。マジで嬉しい、ありがとうございます。え、待って、すごい、こんな有料どころ、何、どういうこと。これだって高いよ。安くないですよ、このアルビオール。アルビオールの中で一番いいやつでしょ、だってこれ。ちょ待って、なんか2枚入ってるし、このスリーブの中。で、何、マジでベベットまで。これ持ってないしね、僕。全バーで引いてないんで、ベベット、マジでいいんですか。で、リバプール3人衆で、このアルビオルのところになんで2枚入っとんの、これ。カルロス・マルチナまでついてきたよ、有料2枚も。これバレンシア縛りやれってこと。そういうことなのかな。そういうことですか。このアルビオルはだって、マジっすか。僕だって1枚しか持ってないし。うわー、マジ、ありリクト君ありがとうございます。ちょっと僕もね、ある程度の枚数カード送ったんですけど、ちょっとこれ負けてるでしょ、カードのパワーバランス。いや、ほんとありがとうございます。これでね、ユニバーサルカップ刺していきたいと思ってます。というわけで、今回はまあトレード動画になりました。ベベットもね、ありがとうございました。
はい、というわけで今回は、リクト君と、まあ、ほんと1年にね、2回ぐらい、もうだからほんとなんだろう、こう面と向かってお会いできる人じゃないと基本的にはトレードしないんですけど、もうリクト君のご好意、ありがたく、はい、トレードさせていただきました。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。